交際移植症の人交際移植症の人交際移植症の人交際移植症は左右の目で虹彩の色が異なる、もしくは一方の瞳の虹彩の一部が変色する形質のこと。バイアイやオッドアイも虹彩移植を表す言葉として使われることがあり、特に動物に対して使われることが多い。また、名称だけでなく発症割合としても、人よりも犬や猫が発症する場合が多い。移植症だけでも、虹彩の異常を指す場合がある。猫の場合、日本では、一方が黄色、他方が青色の虹彩を持つ場合、金目銀目とも呼ばれる。白猫に多く発症し、青色の側に聴覚障害を併発している場合もある。タイ王国では、白い宝石を意味するカオマニーの名で呼ばれ、瞳については、特にダイヤモンドの瞳と称される。なお、犬の場合、シベリアンハスキーに限っては、虹彩異常ではない。人の場合は、先天的な特徴として現れるほか、ワールデンブルグ症候群、マダラ症、ブチ症等の遺伝子疾患、後天的には、ホルネル症候群、虹彩毛様体炎、緑内障、または、虹彩萎縮や、放射線などによる虹彩の損傷等の要因によって、現れる。また、先天性虹彩移植は白人に多いという傾向が指摘されている。また、虹彩移植毛様体炎等によっても、両方の虹彩の色が異なったりする。生まれの早いものから順に記載する。英語版、List of People with Heterochromia も参照のこと。デビッド・ボーイ・サブカルチャーの創作作品では、登場人物の身体的特徴として、虹彩移植症、あるいはそれに似た、左右の目で虹彩の色が異なる容姿を与えられることがある。現実の人には、稀な症例であるが、このようなキャラクター設定はしばしば好んで用いられる傾向にあり、多くの作品に登場している。このようなキャラクター設定は頻用されるあまり、オリジナリティのない設定の一例とみなされることもある。例えば2001年開催の第6回スニーカー大賞の文学賞では、応募作品のうち5編に1編は左右の瞳の色が異なる人物が登場する作品であったとされ、これに関して編集部からの批判的なコメントが寄せられている。一方で、漫画原作者でもある評論家、大塚英二は、自著でこうした批判に反論し、このような人気のある設定は、物語上不可欠な要素としてつかせているか否かを、批評の争点にすべきだと主張している。ありがとうございます。